こちらは懐かしい漫画などを紹介するちょこっと漫画チャンネルですマニアックな作品もあるけどよろしくね本日は戸賀義弘先生のハンターハンターの連載再開を記念してラブコメディー天で小るキューピット』を紹介します戸賀先生といえばハンターハンターいや悠々白書が有名だよね てで昭和うるキューピットは週刊少年ジャンプにて連載された戸賀志義博の連載デビュー作です単行本は1 0 4巻なので読みやすい作品だよ戸賀志先生の作品はすべて面白いけどこの漫画も面白いのストーリーは極道一家の後取り息子だけど現実の女の子に全く興味がない 夢見る純情主人公と主人公をスケベにするために魔界から来た美少女悪魔の話ですどうして悪魔がが純情少年をスケベにするる必要があるの極道一家鯉り家の男子の魂が魔界では超高級品なので主人公をスケベにして子供をたくさん作らせて魂を増やそうという考えだよ。子孫を増やして 魂を集めめるためなんだねジャンルは昔の漫画だと「気まぐれオレンジロード」や「ランマ2文」の「1」と同じ「ラブコメ」だよちなみに富樫先生としては「黒歴史」に思ってるようですネット記事で見ただけなので真偽不明です「黒歴史」ってやっぱり初連載作品は恥ずかしいのかな 私としては読み切り「オオカミなんて怖くない」を読んで「点」での連載で完全にファンになったので黒歴史なんて照れて言ってるんだと思うんですけどねがし先生恥ずかしがり屋さんなんなだね登場人物主人公恋のぼり二関東大国系鯉のぼり組の跡取りで極楽中学3年生。 ピュアで妖精やメルヘンに憧れる性格こいのぼり家に生まれた唯一と言っていいほど悪の魂思たないイレギュラーな存在デリカシーがなさすぎる四姉妹を見てきているせいで現実の女性に興味を失っている家出癖がありしょっちゅう家出をしているがすぐ帰宅する妖精やメルヘンに憧れるって。 珍しいタイプの中二病キャラの主人公なんだねヒロイン肘りまりリュウジを一人前のスケベにするためのスケベ妖精の家庭教師恋のぼり家に居候スケベ妖精の家庭教師ってどこまでしてくれるのそこは少年誌の範囲ですよ少年誌といっても習慣と月刊の違いもあるし「サンデーマガジン」 チャンピオンの雑誌別のスケベの範囲差ありますけどね点でのサービスカットは多い方でしたね今の少年誌の方が過激な描写が多いですよねシュージャンだと「あやかしトライアングル」「し撃のそうゆらぎそうのゆうなさん」だね恥ずかしくて両親の前では読めない作品だよ現在のシュージャンのエッチー 作品は湯気や怪しい光によって裸体が隠れてるけど昔はポッチも見えてましたよ無線で見えないようにしているね江頭2時50分と同じだね Google さんに叱らられますからね登場人物の続き鯉のぼり達蔵鯉のぼり組,組組長であり龍二の父親43歳このぼり達子 恋のぼり家長女、24歳、高校教師、関東大学連会会長の孫娘、ギャンブル、酒好き。恋のぼり、達江、恋のぼり家、次女、17歳、高校生、母親は、大阪で生まれた女。恋のぼり、スレイヤー、達美、恋のぼり家三女、14歳、母親はアメリカのヤンキー娘。恋のぼり、 辰野、恋のぼり家四女、10歳、小学4年生、母親は歌舞伎町の遊び人。4姉妹全員、母親が異なるが姉妹間の中は良好である。父親は差し絵の通りです。親父さんのインパクトすごいよね。こんなセリフ言ってみたいよ。次、表紙雇がし先生のコメント、小前を紹介するね。 第一巻発連載の大変さがにじみ出てるんだもん 2> 第2巻少しは落ち着いてるのねでも徹夜明けなのね第3巻戸田氏先生らしい遊びコメントがあるわよ46ページには何があるのかな緊急発表って何なの先生 楽しんでそうまだ教えてくれなないののふふふ、<laughs> 遊び好きなのよ答えは第4巻を出すにはページ数が足りないのでそれについての報告でした「シューじゃんあるあるなのね」そういえばこんな問題もあったわよ答えはコミックスで確かめるのね第4巻。 先生の未発表の投稿作は昭和を感じるわね漫画家さんは進化がすごいのね昔のファッションボディコンのマリアとパンツインのリュウジ今の子にバブル時代の肩パットどう見えるのかな少し前は女の子のパンツイン流行っていたねトガシ先生ハンターハンターではお色気ショットないけど でだと毎週くらいあったよね朝ちゅんやお色気ショットはエッチー作品には定番だよねやっぱりお色気の定番はお風呂シーン4姉妹のサービスショットなんだね最近のシュージャンの方がエッチーはねおやじさんの名言もあるわよ春季の男の子に伝えたかったのかなお父さんよく言った。 同時期に連載してた「バスタード」のネタなんかもありますよ「バスタード」はもう完結しなさそうだよね悲しいのだヒエイとは違う感じの中二病気味の悪魔とマリアのライバルキャラの吸血鬼ですトカシ先生の可愛い女の子キャラ大好きなのだ昔の漫画によくあった「スカートめくり」もありますよ今の子供がしたら 大変なことになるんだろうね定額もあるかもしれませんね戸賀氏先生のゲーム好きの編輪もありますよハンターハンターのグリードアイランド編のカード設定やアリ編の軍儀に通じてるかもしれませんねゲーム好きだから作り込みたくなるんだろうねレベル E もゲームっぽいとこあるよね最終巻には書き下ろしのその後の点でもあります もちろんハッピーエンドですユージもマリアも幸せになるのねよかったんだもんそうそう4巻には特別読み切りの「ジュラの水着も収録されていますよどんな作品なの悠々白書とレベル E のエッセンスの混じったものかな原点かもしれないね必ずドムモン初の紹介漫画どうでしょうか 少年の頃に読んだ人もいれば、天で小悪キューピットの存在を知らない人もいるかもしれませんね。とかし先生ファンならほとんど知ってるかもしれないね。周永者の漫画を中心に、特に週刊少年ジャンプの作品を紹介していきます。よければ登録といいねをよろしくだもん。紹介してほしい漫画もあればコメントもくださいね。 ご視聴ありがとうございました。また見てね。